倉敷に来てます。高橋川 の、 国道2号線から、ね、気になる、山というか、昔島だったのかちょっと分かんないですけど、そういう感じのね、お寺か神社かが気になってたので、今日ちょっと登ってみます。ふもとにはね、このお寺なのかな、なんか横しにあります。その上になんかあるみたい、多分神社ですね、鳥居があったので。まずさらに上にあるみたいですね。わかんなってみたいです。よし。神社。神社とお寺が合体したような場所ですね。先ほど車から見えて、車の位置はね、その目の前に国道2号線が走るので、そこからここを見てたような感じですね。結構急な山ですね。もともと山だったんですよね。山でいろいろ開拓されて今に至ると。こんだけね、結構高いところにあるってことは、この高橋川とか昔は洪水とかよくあったんで、そういう意味でも意味を込めても高台にね
あるのかもしれないです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。